Japan Inside Out is sponsored by Canon USA, Nissan Motor Corporation, Sony Hawaii, Shiseido of Hawaii, Ala Moana Hawaii Center, Restaurant Suntory, and Ito-en. あなた変わりもないで。日ごと一瞬が過ぎたとはいえ、まだまだ続くサタスパは、未だ寒風吹き荒れる日本の冬の夜を、リポーター陣が体当たり取材。題して、ウォッチング山口冬の夜。あなたは屋台の湯煙の向こうに何が見えますか？ こんばんは、安部こと大谷康彦です。こんばんは、竹島久美子です。さて、今日はですね、全国的に建国記念の日ということで、お休みでございまして、 私たちは頑張って働いておりますが、楽しみ皆さんに見ていただこうということで、ございましてね、今日は寒かったんで、家にいらっしゃる方も多いんじゃないかということで、このテーマにいたしました、ウォッチング山口の冬の夜特集。夜といえば、竹部ちゃん、何ですか？私はですね、梅子部長をいただきながらの友達との長電話、冬ごとね、電話代が高かったんです。階段がなんか座って、小部ちゃんを飲みながら、電話するわけ。そう、長電話がコードですよね、いろんなところに出ちゃったりして。それぞれ違うもんですね。 紅葉ハーキを着ておりますので、新南陽子のペンネームは大丈夫ですね。中由美子さんですが、寒い冬の夜、なんて言うとやっぱりお子たつみかん、それにカッパしてるかな。でもでも冬の夜だってとっても綺麗なこと知ってます？綺麗ですよね。空気が澄んでね、星がきらめいて冷たい風に負けないように、缶コーヒー握りしめ、空を見上げるとっても、グッドだよ山口のような空気の綺麗なところしかできないことですね。山口の自然万歳、みんなで守ろうというようなお話でございましたね。 ありがとうございます。ゆっくりご覧ください。今年は、どんな冬の夜を過ごしてらっしゃるんでしょうか。これはちょっと聞いてみましょう。山口県立大学、教授、森北さん。ありがとうございます。今年は初めての登場です。ああ、明けましておめでとうございます。ふるうと、ふるうと。今年もよろしくお願いいたします。なんか今まで東京の方に行ってらっしゃって、今、本部帰りでございます。そうそう、埼玉県でね、ちょうどこの休みを使って全国ボランティア研究集会とかありまして、今飛行機で着いたところで、西へ東 冬の夜といえばズバリ、森さんは何ですか？僕はやっぱあれじゃね、地酒を一杯ちびちび飲みながらね。いい酒ですか。もう気がついたらトロ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 。これ下関とかになると、フグのフィレ酒かな。これでしょうね。多分そういうものは今日出ないんじゃない。どうでしょうか、楽しんでお待ちください。楽しみにしてます。噂のセニョールなんですが、どういう噂が今ありませんか？わからんで。今日柳井の方に行っておりますね。柳井でね、なんか面白いというか、すごいお祭りがあるということで取材に行っております。今日行われるお祭りらしいんですけどね、読んでみましょう。せーの、セニョール。 林くん、どこ？まだ出てこないぞ。おったおったおった。やはりですね、地元の方じゃないと難しいってわかりませんね。はい、ということでございまして、今日私はですね、柳井市の厚木に来ております。今日はですね、この柳井市厚木では、 この厚木明神祭というですね、目や、明神祭というですね、寒くて口が回ってきませんか、祭りが開かれるということです。この厚木神明祭なんですが、ご覧ください、この後ろ、これ御神体なんですけど、これが大きいでしょ、これがですね、刀と弓と槍を表現しているのかな、これが東西2つありまして、ご神体に、 この後火が放たれるというですね、まあ、これ火祭りなんですよね。はい、ということで、まあ、この大変あの由緒があるお祭りということでございまして、この柳井市厚木の皆さんには大変もうおなじみのお祭りということなんですけども、今も皆さんまた踊ってらっしゃるということなんですけどもね、今日はこの後厚木神明祭の模様を、この後このご神体に火が放たれる、まあ、非常にすごいところがね、中継できると思いますんで、この後の中継をお楽しみに。はい。
寒い日に行えるのか、この辺もちょっと聞いてみたいなと思いますね。聞いてみましょう。その中どういうことだ、隠してんだ。はい、今週はですね、皆さんにとっての冬の夜の過ごし方を教えてください。いろいろあるんじゃないかと思います。どうぞお聞きください。ファックスナンバー、はい、いつものようにこちらです。0893-8839、0893-2383パパ39までお待ちしています。こんな夜で、フィルソーナイス。どんな夜かな。また富士近くまで参ります。よろしくお願いします。近くですからね、富士じゃないですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スポは山口の冬の夜特集です。さまざまな夜があります、ちなみに私はですね、はい、子供ですね。これ別に冬の夜に子供作るっていうわけじゃないんですよ。先に言ってきますけど、あの子供ってあったかいじゃないですか。だからね、一緒に寝ると安価になるんですよ。あ、そうですね。これ言うと帰ると子供抱きしめて寝るとあったかい、あったかい、ほかほかして子供寝る前に。これはいいんですけどね。皆さんいかがでしょうか。さあ、はい、今日はですね、お題は冬の夜に欠かせないもの。各リポーターに全部喋ってもらいますからね、はい、まずは最初は鶴ちゃん、よろしく、はい。私はですね、やっぱりあのほっかほっか、雪がもうね、こう立ち込めるあの煮物のお料理ですね、うん、でそのお料理自体もそれ別に夏でも秋でも春でもいいような、僕は秋がいいような気がするな、煮物は。そうですか、ね、やっぱりこうね、あったか、体もあったかくなるけれど、その料理だけじゃなくって、こう作ってる人の気持ちがね、こもってるじゃないですか。煮物ってくつくつ煮てるじゃないですか作ってる人のだから頭も含まれてますけど、というわけでですね、どういうわけだったんですか。今回の私のリポートは、寒い冬に心温まる、そんな思いを皆さんも一緒に感じていただきたい、そんなリポートです。はい、冬の夜の代名詞といえばやっぱり中居ですよね。頑張ってます。すいませんね、この寒い冬の夜、屋台のお仕事、私今回体験してきました。手先不器用やね今のお好み焼きもそうでしょ。ごめん、今回私がお邪魔いたしましたのは本当に邪魔してきたんですけれども、はい、徳山駅前の屋台、みきちゃんごめんなさい。ここに屋台を出されてもう14年ということで、徳山でおなじみだと思います、はいはい、伊藤翔一さん、恵子さん、ご夫婦2人で切り盛りしてらっしゃる。お若いですね、またお二人ね。というわけで、この屋台みきちゃんのまずは開店準備からです。そんなおっちょるんですか。もう邪魔してる。お教えるのがね、お前だからね、いつもあの、え、どうして？こちらに誰も乗ってないでしょう？いや、前が軽いからね。あ、バランスを取るために乗らなきゃいけないから。今度重心のバランス取るだって。当たり前じゃないですか。押してるじゃないの。変わればいいじゃん。奥さんが乗ればいい。それぞれの役割分。何が役割？到着したんですが、市内に屋台11ほどありまして、場所は全てこれ決まってまして、みっちゃんは駅前の証券会社の正面、駅に一番近いところです。でね、着いたと思いましたら、さっきまでただの箱車だったものが、あれを外し、これを外し、これを置いて、あそこに置いてとしているうちに、あっという間にお店になっていくんですね。まさにね、ポータブル店舗、合理的です。だいぶ慣れてきました。30分でできちゃう。まあでも立派なものできるね、結構30分で広いね。びっくり、博多の屋台に負けてないわ。はあ、はあ、やれ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 ですか。あんたが疲れさんだ。大変ですね、毎日これですか。すごいですよね。夜が一番他の屋根、みっちゃんの開店するのは夜ですから、まあね、でも開店と同時にお客さんが続々にいらっしゃいまして、特に金曜の夜こともありということもあって、常連さんのグループとかでいっぱいなんですよ。でどう見てもこれは私の助けが必要かな。状況はかわいいエプロン、ピンさん体制、ミューミーこれ猫ねえ、というわけで、いろいろ手伝ってみようと思ったんですが、ハッピースマイルで頑張ってますね。一応それぐらいしかありませんからね、売れるものは。頼んでもないものが入ってるとか言ってるよ。おいおい、商売上手かな。であの14年変わらないお出汁のおでんももちろん人気なんですが、やっぱりラーメンですね、屋台ですから。どういう豚骨ですかね、あの国にね。そうです、そうです。そのみっちゃんラーメン450円。あ、おいしそう。ほとんどのお客さんがみっちゃんに来られるとこのラーメン注文されるんですが、そうでしょう、まあ、ということはですね、洗い物も次々とやってくるというわけで、寒い中、でもね、やってるとちょっといいこともあるんです。あら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 あ
取り早いじゃないですか。でさっともうドアがないからどっからでもパッと入れるじゃないですか。空気、雪が舞い込んだり雨が吹き込んだりする中でこうなんて言ったらいいかな、こうこもって一杯クーッと熱いのを飲むの、これはもう何とも言えないですよ。やっぱり大将、あとお姉さんのですね庶民的なところがもうすっごく好きですね。ね、お二人とも本当に構えたところがなくって素敵なんですね。で、おでん、ラーメンと並んでみっちゃんの看板メニューの一つがもう一つありまして、こちらのみっちゃん焼きなんです。どういうものなのか私が作りながらご説明いたしましょう。じゃあね、まず卵なんですって。心配だな、割れました。これは誰でもできるかな、うちの傭兵でもやりますからね。ネギをもうどっさり乗せまして、その上に天かすも山ほど乗せて、これ豚肉、豚肉4枚、うん、これだ。なんかこれです、お約束なことをやってしまいそう。失敗した時はお約束ですからね。でも本気でいきまして、いけいけ、あちょろいずれちょろいずれ、よしよし、まずまず。でこれを炒めたキャベツの上に乗せて出来上がりとなるわけです。美味しそうですかね。初めて焼いた日清焼きなんですけど、なんで箸も一緒に持ってるんですか。一応サービスで持ちないといけないけど、なるほどね。あどうかな、これはね50人のように美味しい。おお、うまいんだから。本当ですか。うまくないよね。美味しいよね。そうですね、最初の 1,2 年はもうお客さんも来ないし仕事はきついし、もう何遍もやめようやめようと思ったんですよね。でもだん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 常連さんがついてきて、美味しいよ、ね、でここで出会った人が結婚したと、ここで知り合って結婚したとかありましたからね。そんと聞いたらもう屋台はね、ずっと続けていきたいなと思って。そして朝の4時です。ありがとうね、お疲れ様。午前4時まで営業のみっちゃん、ようやく看板です。でもね、ここからも片付けという仕事が待ってるんですね。明日の準備、洗い物、そして掃除。この場所はみっちゃんにとっても、間もなく出勤する人にとっても大切な場所。だから心を込めて掃除です。水で流すでしょ、その時の。もう流す間からもう凍ってきますからね、寒い時は。その時はなんか辛いなと思いますよね。やっぱお客さんの笑顔を見たら、やっぱ頑張ってよかったなと思います。なるほど。これからですか。でもやっぱりこう、この屋台みっちゃんはなくしたくないし、ねえ、うん。やっぱ二人、ね、女房がいないとこの商談もできないと思うし、反対に僕がいないと女房で一人でもできないと思うし、二人がやっぱね、助け合ってやってるから、この商売できるんだと思います。幸せだと思いますか。思います。屋台みっちゃん、冬の夜の物語。寒さの中にもご夫婦二人が助け合って、そして懸命になんか生きていらっしゃる姿にちょっと温かいものを覚えました。素敵な夫婦。これ見て僕らどうすればいいんですか。え、いや、行けばいいんですか。あったかくなっていただけたかな。あ、なるほど。心はすごく温まりましたね。ご主人の伊藤さん38、同い年ですよ、うん、ねえ、なんか睡眠時間がほとんどないんじゃないですか。1日ね4時間寝られたらいい方だっておっしゃってました。この後帰ってからもまた仕込みで、寝るのはだいたい9時ぐらいで、お昼にはもう起きて、うわー大変な仕事だ。でも森さん、はいはい、屋台っていうのは、うん、なんか日本人のわびさびがありますね。そうよね、こう建物の中でじゃなくてね、うん、半分外じゃないですか、うん、でやっぱ露天風呂も流行ってるんだけどね、やっぱ外で食べるような雰囲気でね、うん、知らない者同士がね、肩寄せ合ってちょっと乾杯なんかしたりすることもできますしね。そうそう、近いところでね、こう対面してね、そのご主人奥さんなんかと飲める、話しながら飲めるっていいよね。八代亜紀の船唄、吉幾三の酒よとかが似合いますね。雰囲気で冬の夜にぴったりですよ。いいですね。しかも最後はディレクターの手段でしょうね、欲しい願いをかかってましたね。ピノキオの変な古速な手段、古速な音楽をかけてますね。なかなかやってましたね。やっぱり上げますね。ご夫婦2人で、よく2人で1人とかって言いますけれど、ご夫婦の場合は2人で4人分のパワーがこうね出てたような気がして。お子さんはいらっしゃらない。素敵、まだねいらっしゃらないそうなんですけど、じゃあおでんのガンもとかは子供なんでしょうね。そうかもしれない。こんにゃくとかが愛情がね、愛情が、そう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 、今どうしようかと思ってしまいましたね。これからも頑張ってください。ぜひ一回行きたいなと思います。ちなみにですね、今日はお休みな
ってますもんね。あ、今日休み、はい、祝日ですからね、2人水入らずでね、いろいろやってらっしゃるでしょう。宇部市の、はい、きゅうりの輪切りさんいただきました。冬の夜こたつでみかんを食べながら、はい、4月から消費税が 5% に上がるなぁと思い、今のうちにいっぱい買っとこうと決心したのもつかの間、お金のないことに気がつき、今頃気がつきなさんな。5% になってもいる時にしか買えないんだ。な、5% になってもいる時にしか買えない、なんかよくこれ持ってけ泥棒と心で叫んでいる私の冬の夜です。まあ 5% になっても欲しいものは欲しいと、なるほど、ね、いうことなんでしょうか。こたつで一人ぼっちみかんを前にしてね、なんかちょっと泣きそうな顔のね、女の子書いてありました。ありがとうございます。さあお知らせです。お知らせの後は柳井からセニョール登場、どんなお祭り盛り上がってます、お楽しみ。セニョールは冬の夜といえば何なんでしょうね、呼んでみましょう、ね、せーの、セニョール、なんだい、なんだい。そうですね、まあ冬の夜といえばですね、やはり私の心を温めてくれるあったかい炎なんていうのはいかがでございましょうかね。はい、今その場の思いつきでございます炎といえば今日はこの火祭りということでございまして、厚木神明祭でございます、はい、今日ですから柳井市厚木に来ておりますよ。厚木神明祭ご覧くださいませ。今からこれにはね、炎がね放たれるということでございまして、どのような気持ちになるのか大変楽しみでございます。これ小林くん何メートルであるの？はい、20メートル以上あると思うんですよ。これ2つあるんですよ。でかいんです、はい、さあそれでは参りましょう。小林友のヘイセニョール寒い中集まってるな。いやこのですね、柳井のこの厚木地区に伝わりますこの厚木神明祭、県のですね、無形民族文化財に指定されているということでございまして、うんうん、まあ、大変由緒正しいお祭りなんでございますけどね。あの小林くん、はい、なんでこの時期なのか意味があるんですか、はいはい、2月の建国記念の日にやるって意味があるんですか。大体これはですね、あの旧暦の小正月にやるということでございまして、まあ、厚木地区の皆さんにとってはこれを迎えないとね、お正月が来たということにはならないということなんでございます、ね、それでね、さあでこのお祭りなんですが、まあ、日祭り夜のお祭りだけじゃなくて、実はですね朝からもう行われてたということなんでございますね。はい、それではですね、そちらの朝行われました、模様をご覧いただきたい。あ、ごめんなさい、もう火がつくみたいなんで、火がつくの、こちら先に見る火入れ式の方が行われます。あららら、火がついた。はい、さあこれでですね、これどんど焼きっていうんですかね、あれを兼ねてまして、で皆さんがですね、この浜屋とかですね、これからお正月の締め飾りなんかがこの火がつけられるということでございますね。はい、このお祭りなんですが、聖保元年と言いますから1644年から行われているというお祭りなんですよね。大体まあ非常にあの由緒正しいお祭りということは分かるんですが、あの豊臣秀吉が朝鮮半島にあの出兵したところありますよね、歴史になりました、うんうん、そういったことにも関係のあるお祭りらしいんですよ。ただし私難しいことは分かりません炎がかけられましてですね、一気に燃え上がるということでございます。さあこの燃え上がりですね、来てる来てる来てますね。今度はこれがですね、火があの燃え移りますと、これがあと倒されるんですよ。で倒れた後は、この倒れたこのご神体にですね、ついてますお札とかですね、御幣ですね、そういったものを皆さんがあの取りに行かれるということです。小林くん、取ると縁起がいい。はいはい。小林くんも一緒に燃やしてもらったらちょっと痩せるんじゃないの？いやいや、何よ、あれって油症だからよく燃えるかもしれませんけどね。大きなお世話です。大きなお世話。あ、すごい、一気に。すごいね。はい、一気に来るんだ。舞い上がりました。ちょっと上を見ましょうか。あ、来てる来てる。早いな。やっぱり空気乾燥してるからかな。ですね、保存会の曽根さん。郵送だね。曽根会長すみません、ちょっとお話を聞かせていいですか、こちらがですね、曽根の郷土芸能保存会の曽根会長でございます。どうも、こんばんは。よろしくお願いします。炎が熱い会長、このお祭りなんですが、まあ、随分由緒正しいということなんですけども、はい、まあ、やはりこの曽根の皆さんには厚木の皆さんには随分愛されてるお祭りなんですね。そうです、このお祭りで厚木のコミュニケーションが保たれてます。やはりこのお祭りを迎えないと、はい、お正月を迎えないってことですか。そうです、もう お正月はもう帰省客も帰ってこないんですよ、このお祭りをみんな帰る、正月近いからね。あと、あ、すごい、ほら、倒れました。皆さん、わかりますかね、すごいね。あ、みんな飛んでた、みんなが取りに行ってる。僕もちょっと行きますか、これを。あっち、あっち、小林も取ってよ、小林行って、頑張れ、小林さん、火の中に飛び込んで、勇気を出して、勇気、あ、取りたいな、どれを取るんだろう。
これかな、それでいいのかな、聞いて聞いて、なんか皆さん我先に来られてるんですけど、何を取られて、あ、やっぱこれを取るといいですかね、この飾りをやはり取るといいみたいですよ。はい、はい、さあ、まあこの炎の方はまあバンバン燃えてまして、ここにいても思いっきり熱い状態なんですけれどもね、さあ、もうこの厚木地区の皆さんにとりましてはですね、まあ今日からお正月ということなんですが、実はこのお祭り朝から行われてまして、さっき言ってましたね、この VTR でですね、この朝行われましたこの厚木新明祭の模様をですね、ちょっとご覧いただきたいと思います。今日なんですかね、今日なんだね、今日の朝、海ですね、海。さあ、厚木新明祭のお仕立てがいよいよ始まります。私も一緒に参加してみたいと思います。行ってみましょう。何だよ、あれ立てていくんだ。今日風が強かったからね。これ起こしたてというのが今行われているところなんでございますね。はい、あ、それもね。わあ、本当だ。さあ、この裸坊の皆さんなんですが、実はこの裸坊の、これ海に皆さん落とされてるでしょ、これは今年1年間結婚した新婚の方はですね、こうやって海に落として応援すると。私も実は新婚ということで叩き落とされてしまいました。いや、寒かったんです、恐れてしまいました。なんか俺嫌な予感はしてたんですけど、いや、これででも私もこの祭りの仲間になってる気がします。突然やられたんだ。これ小林くん、私ね、はいはい、知らなかったわけやね、落とされるというか、知りませんでした。スタッフね、何にも言わないんですよ、でも着替え持ってきてた方がいいとかね、この厚木に来たらですね、皆さんが小林さん今日は海に落とされるんでしょって3人の方に言われたんですよ。僕落ちません落ちませんって言ってたんですけどね、何のことはない、やはり手洗いですね、お祝いをしていただきまして、まあおかげさまで、まあ私もですね、厚木の前皆さん仲間になれたのかなって気がします。よかった。さあ、ということで炎の方はどんどん燃えておりますが、厚木新明祭、こちらのこの炎を焦がす、あ、炎を焦がすじゃない、夜空を焦がす炎とともにですね、お祭りはまだまだこれから遅くまで盛り上がっているということでございます。私ももう少しこの厚木新明祭、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。いやー、勇壮なね、すごい男らしいお祭りと森さん言ってもいいかもしれません。綺麗ですね、ああいう祭りがもしあったんですね、僕ご存じなかったですか。知らなかったですね、神に明るい祭りとかで新明祭ですね。でもやっぱり海のそばなんですよね、あれ、近くで見るとね、今日起こしてましたけど、やっぱり地域の子供たちとも一緒にコミュニケートが取れるという、そういうこう立てる作業なんかね、みんなが力を合わせないとできないですよね。そうですね、でそんな子供参加してね、いいですよ、町の方が一体となったお祭りですね。すごかった、さ、一番上の方の紙テープみたいなの取るためにみんなもバーデンのおばちゃん状態で、グロース清水落ちまくりみたいな状況だったですね。バーゲンセールのおばちゃんですよ、あれは。勢いがいけ、小林君押されてましたもんね。びっくりしましたけどね。まあ、怪我のないように盛り上がっていただきたいと思いますが、ファックスネームキューピーさんです。こんばんは、安兵衛さん、皆さん、はい、冬の夜に欠かせないもの、先ほど安兵衛さんが子供と言われましたよね、はい、あったかいからうちの、次男をお貸ししましょうか。今日は朝から扁桃腺の熱で今くどいようがある。湯たんぽには持ってこいって早く直してあげてください。そんなこと言ってる場合じゃないんですよ。あら、次男にこのおじちゃんと寝たらと言うと嫌だそうです。正直だな、子供は。そうですね、はい、お大事に。絶対寝に行ってやるからな。生ハゲ状態だ。というわけで、この後の後は冬の道路のお助けマン参上、お楽しみに。冬の夜特集ということでやってるんですが、さあ、この佐藤ちゃんペアですね。一体どういう欠かせないものがあるんですか、佐藤ちゃんペア。なんか指がすっぽり入ってしまったので、僕が冬の夜欠かせないものっていうのはやっぱり目覚まし時計なんですよ。なんでかって言いますとね、冬の朝って起きれないじゃないですか、だからやっぱり目覚まし時計しっかりね、セットしとかないと、どうしてもあ出たくないからね、あったかい。あのどうもリポーター陣キレ悪いですよ。その欠かせないものなんだ、VTR に引っ掛けようとか思ってません、みんな。自然に答えましょうよ。それはないんですか。全然ない。さて、話は変わりますよ。佐藤さん、いつも車好きの私、スペース佐藤がお届けしますのは、高速道路を守る交通管理隊、このですね、夜のお仕事行ってまいりました。これちょっと見たいな。
なんと今回私この巡回車に一緒に乗せていただけるということになりましてですね、うん、2時間半乗ってみた150キロ余りの道取り密着取材させていただきたいと。よく似合うじゃんあの格好。そうですか。この黄色い車皆さんもご存知ですよね。はい、はい、高速道路が24時間体制ならこの黄色い車と高速道路を守る交通管理隊も24時間体制。今回は特に危険な夜の仕事ぶりをじっくりと発見。佐藤のザ密着取材。盛り上がってまいりました。交通管理隊の拠点は全国各地にたくさんあるんですね。今回お邪魔しましたのは中国自動車道のうち山口県内の大半を管轄する日本道路公団の小郡管理事務所です、うん、お客様が高速道路を快適にしかも安全に走行できるようにですね道路を守っていくと、まあ24時間パトロールしているということですね。交通管理隊の日常業務の基本は高速道路の巡回パトロール、うん、他人は昼と夜の2交代制になってましてね、はい、朝と夕方の交代の時には車の点検をこうやってきっちり行うんですね。そのおかげでこの車なんと2年間で35万キロも走るんですよ。すごいでしょ。一方管理事務所にはですね管轄する高速道路のありとあらゆる情報がコンピューターで管理されておりまして、交通規制、工事、そして気温、湿度、降水量といった気象情報などいろんなものが一目で分かるようになっておりますね。これをもとに我々ドライバーが安全に走れるように情報が流されたり緊急事態を手際よく処理したりする。さあいよいよ出発いたしました。時刻は今9時30分ちょうど、はい、この日の夜2回目の巡回パトロールが始まりました。今回私も乗せていただいてるんですがね、このパトロール基本的に2人1組で行われます。警察の高速機動隊とともにですね高速道路の安全を守る交通管理隊、この巡回パトロールでは道路上そしてその近くに異常がないか時速およそ70キロから80キロで入念にチェックする。今までで一番驚いたものって何ですか。建築現場とかにありますプレハブ小屋ですか。これが丸ごと本線に道路に小屋が落ちてた。そうなんだよ、一番多い高速道路の異常とは道路上に物が落ちているという。これ大変危険なことなんですかね。ちなみに昨年1年間ではこんなものが落ちていました、まあ、動物が多いのは中国道ならではですね。そしてもう一つ冬場の大変な作業というのは除雪作業、まあ、そのための専用車両というのを見せていただいたんですよ、うん、これなんか近くで見ると大きいですね。まあ、これ大体 3.5 メーター幅ありまして、これはスロープラウと言いましてですね、まあ雪が1センチ以上積もった場合、はい、これを使って作業するわけですよね。下りの小屋付きのちょっと前のピアウトがあります。私の乗った巡回パトロール車は赤い回転灯をつけサイレンを鳴らし、そしてスピードを上げて走り始めました。何かが起こったようなんですね。なんだ、どういうことがあれしたんですか。大型車両の故障です。じゃあ走行車線に一部はみ出しがあるということで、はい、で規制をかけなければいけないので、これから調査に行きたいですよね。現場に到着です。つくや否やドライバーは発電灯を持って現場の遥か後ろへと走っていきました。そしてすぐ、後ろに来ていた取材スタッフが着いた時にはすでに現場手前のカーブの入り口で赤々と発電灯が燃えてるんですよね。隊員2人は車線を狭める赤い表示板を持ってセットし始めています。この対応の速さ、まあ、少しでも早く危険を知らせる、そして少しでも早く危険を少なくするための素早い動きなんですね。遥か後ろに一人立ってるのがお分かりいただけますでしょうか。あの場所で交通整理をしています。あの電話の右です。大変危険な作業ですよね。でも危険なのはレッカー移動のためにやってきた作業員も同じなんですね。その作業員の安全を確保するためにもう一人の隊員はすぐそばで注意を促しています。まあ、手を伸ばせば届くようなほどすぐ目の前を走っていく車たち、彼自身もまた危険と隣り合わせなんですね。そうですね。さあ
任務はここまでというわけではありません。故障したトラックが運び去られると交通管理隊の2人は素早く片付け、その後ろをついて走るんですね。スピードを出すことができないために後ろで追いついてくる車に注意を促すわけなんですね。こうやってインターチェンジまで送り届けて、これでようやく彼らの任務が終了となるわけなんですね。本当にご苦労様でした。なんかこう全てが機敏なんですよね、うん、車を止めて車から降りていって、その現場で処理に当たる時はね、あ、やっぱりこう安全ってこういうところから積み重ねていかなきゃいけないんだなってすごく思いましたね。人の安全を守ってるんだ、気合、気迫交通管理隊、まあでも彼らのおかげで我々安全に高速道路を走ることができるわけですね。中国自動車道の大月インターと独自インターの間 77.2キロ、1日で10往復、実はこの距離大阪まで往復するのとほぼ同じなんですがね、ここまでに及ぶ巡回パトロールは今日も私たちの安全を守ってくれるわけなんですね。で実はその一つの工程1回がですね、およそ2時間半にわたる、わけですよね。はっきり言ってね、もういろんなところに注意を凝らしてるわけなんですよ、あまり会話もなくて、で後ろ乗ってる僕だん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 眠くなって、もうね耐えるのに必死ですよ。最後夢の中みたいだったんですねですけれども、言ってるコメントと目が全然違うのがおかしい言ってることは結構ええこと言ってることだけど、でも逆にね、僕がそんな風に眠くなるような状況でも、やっぱり皆さんはね、それでもうすごい集中力で必死になって働いてらっしゃる。私たちが安全に走れるのは皆さん方のおかげなんですね。あのでもね、皆さん方のねお子さんも今日見たんじゃないかと思うんですが、パパってかっこいいなと思ったんじゃないかな。普段見ることないもんね、パパってかっこいいって絶対思ったでしょうね。森さんいかがだったですか。あ、やっぱね、僕らの知らないところでやっぱりああやってこう僕らの、まあ、安全とか幸せをね、あの守ってくれてる人がいるっていうのをね、やっぱ感じますよね。なるほどね。あの車よく高速で出会うんですけど、抜いていいかどうかっていう気になるんですよ。あれどうなの。あのですね、正直言うと後ろにずっとついて走られるのが一番正直に困ると、なぜかと言いますと、何かがあった時にですね、やっぱり止まることがあるんです、その止まりたくても止まれないという状況が一番怖いんで、できればまあ緩やかに抜いていっていただけると嬉しいんです。なるほど、抜いていいんですね。わかりました。それからもう一つですね、この JH 日本道路公団からのお願いです。あの冬の高速道路、まあ一般道もそうなんですがね、やっぱりいつその積雪でバッと雪が降ったり凍結があったりということわからないですから、ぜひあのちゃんと冬用タイヤを着用して、そしてチェーンを持って走行していただきたいというお願いです、現在もですね、中国自動車道、山口インターから鹿野インターまでは雪による走行注意となっておりますので、ね、ご注意ください。はい、佐藤君どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ゆっくり寝てください。番組は今寝ちゃいけない、ね、ファックスご紹介しましょう、はい、ナッツルーママからいただきましたが、ママさんありがとう。我が家の息子たちがファックスを送りたいと、はい、サタスパが始まると絵を描いたり字を描いたり、それはそれは真剣です。嬉しいですね。ありがとうございます。息子たちは5歳と4歳ですが、サタスパのおかげで、はい、絵も字も上手になりました。サタスパって情報番組と思っていたら意外にも教育番組だったんですね。教育番組、今頃気がつきました。教育番組ですから教養バッチリ、任せてください。大丈夫です。ほんまかいな。お知らせに行きましょうね、はい、さあお知らせの後は真冬の海にマッキーがあんなことこんなこと何でまた マッキーなんですが、冬の夜に欠かせないもの、そうです。何を言うんでしょうか。楽しみです。マッキー、はい、私はですねドライヤーなんです。暖かいね、湯たんぽになる子供なんかいませんから、私は寒いね、あのお布団の中でドライヤーで温めながら。貧乏くさー電気毛布買いなさいよ。なんか買えないの。買えって。そうですね、わかりました。今度から買いたいと思います、ということで、あの寒い冬は本当に私苦手なんですけれども、今回はですね、その寒い冬、それも真夜中に冷たい水と戦っている男たちがいたんですね。ご覧ください。消防士すごく動くことが好きなんですよ。やけ走り回るのが。でとにかくあこの仕事は動き回るじゃないですか。そんなのが好きなんですよ。冬の味覚といえばやっぱり服ですよね。今回はその服に見せられて真夜中に活躍する人たちに密着してみました。行ってきたのは服の水揚げ量日本一の早泊市場です。まもなく午前1時です。夜型の私もさすがに眠いです。そして寒いです。し
しかしなんとこの時間から仕事が始まる方たちがいらっしゃるんですね。いやー、市場のあさっての本当に早いんですね。午前1時ですよ。皆さんの朝礼が始まるんです。営業方針なんかこうやってみんなで声を合わせて読み上げて気合を入れていくんですけどね、この辺りから目が覚めるようなんですよ皆さん。さあ、服が到着しました。ここの市場は県内はもとより九州方面からもトラックとかそれから直接船で服が集まってくるんですね。そうすると皆さんの動きが慌ただしくなります。この市場で夜働いている人は下は20歳からそれから上は60歳ぐらいまでおよそ15人ぐらいの方がいらっしゃるんですね。溺れたのもらいたいな、ね、溺れるかな。服が水揚げの日本一のね、早止まり、人も服も気合が入ってます。うん、あ、なんかぬるぬるでも新鮮新鮮、食べたいね。この水揚げされた服を慣れた手つきで今度はね、どん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 仕分けしていくんですね。これには長年の勘が必要なんですよ。例えば持っただけで重さが分かるとかね、いろいろあるんですけれどもね、そんな先輩のそばで一生懸命働いている一人の若者がいました。動き回ること、走り回ることが好き、そして何よりも魚が大好きという荒川浩二君、20歳なんです。元高校球児の荒川君は体力には自信があるそうですよ。20歳の荒川さんはこの仕事について何年経つんですか？1年ぐらいですかね。1年？はい。じゃあまだ新人さんですね。新人さんですよ。おかしい。え、はい、ということはどうですかこの仕事は？面白いですよ。いや、怒られますけどね。君が面白いよ。ちょっと道元坊主なんで。ね、はい、この仕事って、はい、何が一番大変ですか？一番大変って言ったら眠たいってことですね。とにかく眠たいですよ。夜やけ。正直者。午前3時過ぎ、このベルを合図にいよいよ競りが始まるんです。競りをする人はどんなに寒い時でも T シャツ1枚なんだそうですよ。気合が入ってますよね。そして服の競りというのはこちら、独特のこの袋競りで行われるんですね。何を言ってるか全然わかりませんね。何語なんでしょうかねこれはね。でもね、よく聞いてるとよっしゃとかええかええかとか4万とかいうのが聞こえてくるんですよ。あとね、それから袋の中でどんなことをしてるのかって荒川君にちょっと聞いてみたんです。大変ですよ、あれは絶対に。僕よくわからんですけど。なおわからんじゃない、大変かどうか。一番何になってみたいなと思ってます？まあ、見たいですね。そうだけど、おい。いや、本当ですよ、なってみたいですよ。20年後には袋競りの指の動かし方もちゃんと覚えて競りをしたいと言ってた荒川君なんですが、まあ、ここまでなるにはまだまだのようですよ。ある程度皆さんにも、まあ、我々の気合っていうんですかね、まあ、真剣勝負ですからこの場はね。そういう意味でね、寒い中でもシャツ1枚でいいことでやってますよ。若い方もね、ずいぶんいらっしゃるじゃないですか。その方たちがこう競り人としてデビューするのはいつぐらいになるでしょうかね。デビューしてもらえれば一番いいんですよね。若い者がまあみんな成長してくれればね。最終的にはまあ市場に入ったからには競り人になることが最終的な目標じゃないかと思いますから、そういうことでみんな若い者がそういうね、競り人になりたいなという希望を持ってね、取り組んでくれればおのずと慣れてくればできると思いますよ。一仕事終えて午前6時30分、新人の彼は先輩たちよりは少し遅れて出勤です。まあ、一般的には朝食というんでしょうけれども、彼らにとってはもう昼食といった方がいいのかもしれません。メニューの方も魚あり、ハンバーグありとボリュームたっぷりです。で、ご飯もね、2杯ぐらいはペロリといっちゃうそうですよ。そんな荒川君の夢を聞いてみました。全国にこの服を伝えたいと思いますよ。かっこいい。いい顔してるでしょ。荒川くん元気があっていいで す, です、ね、元気があることが大事だよ。そうなんですよ。挨拶は心の窓口と言いますからね、うん、まず会った時にやっぱり爽やかで元気っていうのは一番気持ちいいですもん ね, そうね、誰と会ってもね、素晴らしいことです。やっぱりこう目が生きてるよね、すごいね。20歳のね、彼のすごいこう目が生きてるとかがすごいと思うしね、うん、声も大きいしね、うんうんうん、おかしいのがいいですよね。彼のね、一日を聞いたところ、うん、夕方の4時に寝るんですよ、うん、4時に寝て、それから12時に起きてお仕事に行くということなんですね。
ですからお友達と全然時間が合わないので、ちょっと寂しいなっていうことなんですけれどもね、本当にね、頑張ってほしいなと。そうですね。いや、もしかしたら彼は恋人募集中かなんかかもしれませんね。その通り、それは絶対に言ってくれっていうことだったんで、はい、女性の皆さんよろしくお願いします。結構ちゃっかり坊主だね。誰か立候補者いませんか、この方で。佐藤君手を挙げたよ、本当にね。はい、ということでございまして、はい、これからも頑張ってほしいね。寒い中ね、応援します。ファイトで頑張ってください。はい、応援してます。ペンネーム原本さんいただきました。こんばんは。今日のテーマ、冬の夜に欠かせないものとはズバリ鍋。鍋、しかも熱燗付き いいですね。我が家では週1回は鍋料理、うん、ただいまもフグ鍋囲んでます。豪勢じゃない。痛い。囲んでません。痛いと願望ですね。希望は大きくね。そうそう、はい、現実は小さくね。さあ、お知らせです。お知らせの後はメモのご用意を、プレゼントコーナーです。さあ、お待ちかね、プレゼントコーナーです。担当は、はい、ナムさん。冬の夜に欠かせないものをお願いします。入浴剤。ああ、確かに乾燥するから肌もカサカサしちゃう。なるほど。リポーターよりいいじゃないですか。ちょっとちょっと肩なしですね。はいはい。さて、山口の冬といえばやはり新鮮な海の幸と温泉ではないでしょうか。そこで最初のプレゼントはこちらです。長門市湯本温泉白木屋グランドホテルは第22回プロが選ぶ日本のホテル旅館100選で料理部門全国第6位となりました。ベスト10入りは今回で7年連続だそうです。長い冬の夜は温泉に浸かって美味しいお料理をいただくのはどうでしょうか。白木屋グランドホテルからはペア宿泊券を1組2名様にプレゼントいたします。さあ、続いても心温まるプレゼント、ちまき屋地下食料品フロア特設会場では今97バレンタインフェスタを開催しています。おしゃれなチョコレートからウイスキーなどいろいろ取り揃えてあり、中でもおすすめはメリーズのチョコレートだそうです。今年のバレンタインはメリーズの高級チョコレートであなたの愛を伝えてみては。今日はちまき屋からメリーズのチョコレート、ジャンドゥーヤガナッシュ、抹茶ガナッシュ、スイートガナッシュ、ミルクガナッシュの4種類をワンセットにして3名様にプレゼントいたします。なお、こちらの商品は14日のバレンタインデーのお届けとなりますので、応募の締め切りは13日木曜日の午前中とさせていただきます。さて、静かに冬の夜を過ごしたい方はこちら、九州山口 JNN 系列各局が制作したドキュメンタリー番組電撃黒潮隊が一冊の本になりました。心揺さぶるこちらの本を10名の方にプレゼントいたします。さあ、その電撃黒潮隊なんですが、今週の土曜日は TYS の作品が放送されます。昨年サタスパにも登場した野田学園の映画演劇部が紹介されますので、お楽しみに。応募方法です。はがきに住所、氏名、ご希望の商品名と電話番号をはっきりとお書きの上、郵便番号 753-88 テレビ山口活発テレビサタスパプレゼント係まで。締め切りは今週の土曜日です。なお、ちまき屋からのチョコレートは今週の木曜日午前中必着とさせていただきます。先週のプレゼントの当選者の皆さんです。おめでとうございます。菓子の木からも美味しいチョコレートを10名様にお送りします。そしてぬいぐるみのウッシー君は下松市の立石千穂さんにお送りします。以上、プレゼントでした。はい、皆さんのおはがきをお待ちしております。お待ちしてます。読んでみましょう。その前にね、こんなファックス来てるんですよ。あのね、大分の大学生、タン君からいただいたんですが、はじめまして、僕は大分の大学生ですが、地元は山口です、宇賀町と。今テレビを見ていると、ちょうど柳井の火祭りをやっていました、はい、20年近く地元に住んでいて、柳井にあんな祭りがあったなんて知らなかったです、あ、ふるさとも懐かしくね、見てるんだろうな。読んでみましょう、セリョール。さあ、この敦貴神明祭ですが、東西2つのですね、ご神体にですね、火を放つということで、今反対側のご神体にも火がついたみたいですね。今からあちらの方でも燃え上がるということで、さあさあ、そしてですね、先ほどの燃えたのご神体から、これ何取ったの？飾りです。あ、飾りだ。こういうものを取ると今年1年が非常に縁起が良くてですね、健康に過ごせるということらしいんですね。私が取ったのは全然関係ないものだったそうです。まあ来年もですね、同じ日にですね、この敦貴神明祭行われますので、来年ぜひ興味のある方、こちら柳井の敦貴地区の方来て、この、お祭りにぜひ参加してくださいということで、柳井敦貴よりお伝えいたしました。はい、まあ子供は風の子だっていうことが一番よくわかりましたね。元気ですね。さあ、来週は久美子ちゃんどうなりますか。絶対おすすめ、はい、冬の民宿。イエーイ。これはですね、民宿
とはいえですね、すごい情報です。何ですか、いや何ですか、まだあのお尻はこれで見せちゃいけないって言ったのに、もうそうなんです、今すごい情報ちらっと出てしまいましたけど、ご覧いただきましょう。もうあんまり頭の中で整理できなかったみたいな、分かりました、時間がないですから、たくさんいただきました、ありがとうございました。なんでしょうか、まあねえ、もう今日はやっぱりね、祝日ということもありましてね、下までびっしりですよ、ご覧ください、ありがとうございます。さてこちらちょっと私からのお知らせなんですが、ちょっとよろしいでしょうか、今度の土曜日ですね、2月15日我が生まれた、私が生まれたふるさと長門で講演会あります。午前1時30分から3時まで長門ウェーブのウェーブホールというところで入場無料なんですが、タイトルは頑張れ新人類ということでございまして、ぜひカラトの荒川君来てください、よろしくお願いいたします。2月15日の土曜日でございます、よかったら来てください、入場無料でございます。さあ堀さん、残り30秒なんですが、いかがだったでしょうか。やっぱね、あの僕は関東の方にとってぬくかったね、こっちかったら急に寒かって、で今日ね冬の夜ってことでね、東出張なんかすごい番組だなと思ってね。あったかいでしょ。いや昨日どこにいたと結構あったかかったんですよ。あそう、急に寒かった。今日急に寒かったけど、ね、これ随分天候に助けられました。なんか番組に合わせて今日だってあったかかったら知っとこどこいですよ、急に寒かったね、タイムリーだったね。来週も冷え込むといいかもしれませんからね。また来週火曜日8時です。本日はどうもありがとうございました。